岩手系バッタモンチャンネル、岩手系バッタモンチャンネル、タモンです。よろしくお願いします。梅雨入りいたしまして、不快指数がかなり高まっております。雨こそ降ってないんですけども、ジメッとしてますね。湿度高い、不快指数の高い天候となっております。水沢の方は雨は降ってなさそうですね、天気予報見てる感じで。明日も一応曇り予報、午後からは晴れるということで、はい、まあ多分両ババで予想していいんじゃないかなとは思っております。はい、それでは今週のメインレースいきましょう。11レース18時10分発走、第44回ウィナーカップ M3 でございます。ダート 1400m 水沢競馬場ですね。はい、で行われる3歳戦でございます。過去のレースなんですけども、まあ不良ババと両ババでね、ババ状態によってやはり血統の傾向というのも変わってきます。で、過去5年間で両ババで行われたこのウィーナーカップというのは一昨年の1回しかございません。うん、一昨年の1回しかないっていうところでね、あまりデータはないんですが、このレース荒れたんですね。8番人気、9番人気、2番人気で決着したレースなんですけども、なんとこの上位3頭血統の中にサドラーズウェルズが入ったんですね。今回その時は10頭出走してたんですけども、サドラーズウェルズが入っていたお馬さんというのはこの3頭しかいなかったということは、これは適正的にはもうサドラーズウェルズはね、両馬場予想するんだったら外せないんじゃないかなというふうに結論至りました。というわけで、そこに注目しながらね、両馬場予想していきたいと思います。まず1枠1番、竜のチョッパー、小林亮ジョッキー、ダンカーク3区の、ハーチジャングルポケットでございます。前走東北97着ということでね、最後直線苦しくなってしまいましたけれどもね、ただその前走か、3走前ダイヤモンドカップ3着っていうところでね、グランコーチフレッチャービアンカに次ぐ3着でこう立派な成績残しておりますし、いいなと思っております。これこのダンカークというのはね、湿ったダートが得意というの方がよりベターであるというね、そういう風な血統でございます。まあ両馬場予想するんでしたら、ベストではないなとは思ってもいいかもしれません。ただやっぱり力はある馬ですね。切れ味というところはちょっとないのかなと思います。ダンカーク3区っていうのはあと中距離血統でございますので、じり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 後位につけてじり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 いけば簡単に切れる馬ではないなとは思いますね。続いて2枠2番、トゥーナブロッサム、関本厚ジョッキー、ディープブリランテ3区のハーチシエルコンドルパサー、出ました、エルコンドルパサー、サドラーズウェルズが入っている血統でございます。血統の中には主張の強い血統と主張の弱い血統と、あと相手の良さを引き出す血統っていろいろ血統にも種類ございまして、で、このサドラーズウェルズというのは割と主張の強い血統なんですね。エルコンドルパサーの母父がサドラーズウェルズでございますので、まあトゥーナブロッサム、東北優駿5着これはね立派ですね。まあ前が相当崩れたという展開がございましたけども、それなんとかし、粘って粘って5着まで持ってきたというところでございますので、ただ前走がね、3歳 A 級戦ダーツ 1600m 水沢やや重で4着ということでございましたけども、ただまあやや重ってところだと僕は思っております。両馬場だったらよりベタだと思いますので、明日は両馬場と予想しておりますので、前走よりは上積みはあるだろうというふうに僕は思っております。続いて3枠3番、アンズビジンちゃん、高松亮ジョッキーは、父親名勝ボーラー、母父カリスマティックということでございますね。はい、まあ、あやめ賞で1着牝馬のね 1400m で、その続いての日高賞、前走日高賞が
12着ということでございますけども、これはね、あのレース見た方はね、わかると思いますけども、立派な12着だと僕は思っております。うん、やっぱりね、ボンボンショコラっていう南関東から来た大馬さんがもう大本命でございました。ただまあそこにね、勝ちに行って競りかけていって、でまあ頑張ったんだけども4コーナーで終わってしまって12着というそういうレースでございましたので、これはすごく立派だなと。ただまあ勝ちに行ったのかどうかっていうところですけど、名勝ボーラーっていうのはね、割と気性の激しい馬でございますので、勝ちに行ったっていうただただ気性の激しさから行ってしまったっていう可能性もありますけども、短距離がいいゲットですね。短距離ゲットでございますので、1400って割と短距離、単純な短距離ではないと思っておりまして、ガーッと行っても最後バテるし、で余裕持って行き滑ると最後足余っちゃうっていう、そういう距離で難しいんですけど、バーッと行く分にはちょっとね、最後まで行けるかどうかってところは難しいところですけども、でも前走12着っていうところでガクッと評価を下げるっていうのは違うかなとは思いますね。ただこのアンズ美人ちゃんね、ちっちゃいんですよ。前走もね、370キロ、すごくちっちゃい。だからね、応援したくなるんですよ。女の子がちっちゃくてね、可愛いなとは思うんですけど、まあ距離持つのかなっていうところですね。続いてマルケイヘイロー、岩本レイジョッキー、キングヘイロー産駒のハーシティンバーカントリーでございます。まあキングヘイロー産駒っていうのはもう短距離か、あとはステイヤーかっていうね、どっちかなんですけどね、短距離向きなのか長距離向きなのかっていう風、どっちかはっきりした決断なんですけども、マルケイヘイローの場合はおそらく短距離だなという感じですね。でこちらの馬さんは逃げたら強い、ただ逃げれなかった時はちょっと逆に言うと脆いというところですね。なので明日はね、岩本レイジョッキー、明日も逃げ花を主張していくんじゃないかなと思いますね。うん、まあ逃げたら怖いとです。続いて、語学本スターオブホープ、鈴木優ジョッキー、アドマイヤーマックス3区のハーチデビルズビュー。はい、このスターオブホープは牝馬なんでございますけども、このアドマイヤーマックス3区の牝馬というのは、まあ短距離型が多いということですね。短距離型で、スターオブホープ自身もまあ短距離で成績がやっぱりね、良さそうですね。で前走前々走と逃げて成績がちょっとね、上向いてきたところで、おそらく今回も逃げ、この馬もね、主張していくんじゃないかなと思いますね。今回逃げ馬多いっていうのがね、このレースのポイントなんじゃないかなと僕は思っております。はい、この馬も逃げの一頭でございます。続いて6枠6番エイシンナーサリー、大坪誠ジョッキー、スマートファルコン参加のハーチアンブライダルズソングでございます。こちらの馬さん、母父サドラーズウェルズでございますということで、私的には文句なく入れたいと思っておりますね。しかも人気もなさそうですし、いいんじゃないでしょうか。まあスマートファルコン、まあ短距離なのかなと思いながらも、ただ、前走1006で1着取ってるところで、やっぱりサドラーズウェルズって主張が強いんでね、サドラーズウェルズが貧血にこうサクッとこう入ってるだけでも結構その影響って出てくるので、この、エイシンナーサリーっていうのはね、タフな気持ちのね、強い大馬さんなんじゃないかなと思っております。続いて、6枠7番エイシンハルニレ、山本トシャジョッキー、エイシンアポロン産駒のハーチチイルーシブクオリティということでございますね。でもエイシンアポロンの母父、エイシンハルニレにとっての父母父っていうのがサドラーズウェルズでございます。はい、サドラーズウェルズが入ってるゲットっていうのは、このエイシンハルニレを含めてね、今まで言った3頭だけということでございますので、こちらの3頭は注目かなと僕の中では思っておりますね。でこちらの馬さんは、前走名古屋からこの転入ということでございます。前3走が逃げてますので、おそらくこの馬も逃げなんじゃないかなと。本当に逃げ馬も多いんです、これ今回ね。本当にで、ちょっとまあ転入ということで、どのぐらいのね力関係なのかちょっと読みづらいところはありますので、ただまあ逃げ先行ね、逃げていくんだろうなとは思います。続いて7枠8番マイランコントル、坂口雄一ジョッキー、ティザグローリー産駒のハーチ49ers でございます。前走東北優勝はね、デビューからの4戦目でのダービーということでございましたけども、9着、まあ勝ちに行っての9着でしたね。グランコーチが逃げるかと思いきや、うちにまだ残っていたマイランコントルが花を主張して、それによってペースが上がって大荒れのレース展開になったっていうことでございますけどもね。まあただ強いことは間違いなく強いと思います。明日も花主張するんですかね。
もしこのマイランドトルがね、この闘牛士みたいに花を主張してペースが上がったら、また荒れる展開になりそうだなと僕は思ってますけども、切れ味勝負には向いていない血統でございますので、 1400m って侮ってるとね、最後は足ほんともう上がんなくなっちゃうんでね続いて7枠9番ダルマワンサ山本松俊ジョッキーフリオース3区の8アドマイヤオーラでございます。こちらの馬はまあ笠松からの転入ということでございますね。なので力関係っていうのはまた未知な部分はありますが、まあ、フリー要素というので、フリー要素はね、ダート中距離、ね、ロベルト系でございますので、スタミナケットでございます。スタートのスタミナケットでございますね。ちょっと怖い一頭であります。はい。続いて、8枠10番、東ブレイブ、A 新フラッシュザンクの8、ドリームジャーニー、南国風邪ジョッキーでございます。東ブレイブね、この A 新フラッシュっていうのは結構ね、僕の中ではなんか難しい馬なのかなと思いますけどね、A 新フラッシュザンク見てると割と、かかっちゃって前目に行っちゃう馬って結構いてね。で、この東ブレイブも、後方待機っていうよりは、どっちかというともう前目で行っちゃうっていう感じの、切れ味勝負っていう馬ではないので、ただまあ、好意につけてたら、わからないとは思いますけどね。そんなスタミナがない系統ではないので。続いて、8枠11番、レールガン。高橋ゆりジョッキー、アイルハブアナザー3区の8、ステイゴールドでございます。前走東北優勝、岩手ダービーでは3着というね、まあ展開もありましたが、そのハイペースになり、マイランコントロールが沈み、でグランコージももう失速しているところを後ろから行って3着まで入ってきたっていう、もうですね、もう完全なる追い込み場でございますね。常に後ろから前を伺って、だから展開次第っていうところはかなり大きな一頭なのかなと思います。まあ、展開次第だと思いますが、はい、以上12頭でございますということで、今回はおそらく逃げるであろうという逃げを、ね、花を主張するんじゃないかと思われる馬が4番のマルケイエローと5番スターオブホープ、そして7番エイシンハルニで8番マイランコントルと4頭もいるということで、ハイペースになるんじゃないかなと思いますね。おそらくね、最後の直線短いとはいえ、水沢で 1400m とはいえ、前崩れる展開っていうのは考えられるなと思います。まあそちらということを考えまして、俺の買い目、はい、まずは、サドラーズウェルズが入っている3頭、2番テューナブロッサム、6番エーシンナーサリー、7番エーシンハルニレ、こちら3頭の3連単ボックスで、3頭ボックスでまず行きたいと思います。これつきますよこれ6点ですけども、これつきますね。もう1点。やはり展開と考えると、僕はやっぱね、レールガンに向く展開になるんじゃないかなってちょっと思ってます。と考えて、レールガンを軸とした。2番、6番、7番へのワイド。3点。まあ、レールガンからの、まあ、組み合わせ次第によっては全然いいんじゃないかなと思いますしね。まあ、買い足す可能性はあります。やっぱサドラーズウェルズ3区のところは人気がないのでね。はい、というわけで、明日、晴れてほしい。晴れてくれ。今の時期は天候が不安定だからね。本当に読みづらいんですけども。はい。晴れていただきたいと思っております。皆さんもね、いい、ウィーナーカップになるように、一生懸命考えましょう。そして、中央競馬では宝塚記念、今から予想します。それでは引き続きチャンネル登録よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。